さっきのやつは落とされたみたいだし、とりあえず下に向かってみて。わかった。お前だったかな。
お前だよな。俺の妻を殺したのは。やっとだ。これで椿の仇よ。一体何が。よくも椿を無残に殺してくれたな。殺す。父さん。エヴァ。あの毒姫。お前だけは絶対に許さない。敵を殺したお前だけは地の果てまで追いかけてやる。エヴァが邪魔。父さんを殺した。父さん、どうして。体が熱い。
ソ、なんてことだ。父さん、ずっとどこに行ったのかと。本当にすまない。父さん、来るな。またいつ命が暴走するかわからない。あや、勝手だが聞いてくれないか。俺はずっと椿を殺した奴を追い続けてきた。そしてついに見つけたんだ。椿を殺したのは同じリミチ族のエヴァという女だった。その女は椿の心臓から力を得て咲を操っている。咲を、どうやら咲はリミチ族の心臓を使った儀式で椿を生き返らせようとしているらしい。その心臓を得るため咲は俺と綾に刃を向けるつもりだ。なるほどね。綾、お前が咲を、妹を止めてくれないか。私が咲を、私を殺そうとしてる奴を殺さずに止めろって言うの。今まで黙っていたことを許してほしい。実はお前と咲は血のつながった姉妹なんだ。姉妹には戦う術を身につけさせて試合をし、生き残った方を後継ぎにする習わしがある。だが俺と椿は二人を守るために血のつながりがない姉妹として偽ったんだ。そんなことが。人は死んだら生き返らない。死者が生き返れば人を喰らう化け物になるだけだ。俺は椿のそんな姿を見たくはない。急にいろんな話を聞いても納得できないし、咲を殺さずに止めるなんて約束もできない。けど私が咲のところに向かう。父さんはやらなきゃいけないことがあるんでしょ。父さん、早く行け。アヤ、いつもお前たちのことを思っている。Hey!
か出るんじゃない？出ても資料だろうけど。アヤのお父さん、だいぶ様子がおかしかったけど、妹ちゃんのこと本当なのかな？アヤは妹ちゃんを止められるって本気で信じてる？止めてみせる。どうせ無理だよ。殺しにかかってくるんでしょ。私はアヤに生きてほしい。Yeah.
のようなものが見えるけど、ダメね。他の道を探そう。こいつがウロボロスの失敗作なのかな。襲ってこないなら放っておく。そうね、他に道がないか探してみる。お父さんはどこに行ったと思う？さあね。でも後で追うつもり。父さんすぐ無茶するから、私が止めてあげない。それなら無駄だよ。父さんは一度決めたことはやらないから。よく知ってるんだね。まあこれが親子だし。レイこそはお父さんとはどうなの？私、その質問には答えられないかも。おしゃべりのレイでも家族の話はタブーだった。父親がいるのが当たり前だと思う。ほらほら、油断してるとやられちゃうよ。それより妹ちゃんをやっつけるんでしょ？やっつけないけど、まあはいはい。
地上と比べて地下は資料が多い。地中は奴らの溜まり場ってことなのかもね。私は試合なんか望まない。姉妹がいるって言ってたけど、あんたは自分と血のつながった姉妹を殺せるの？どうでもいいよそんなこと。回答拒否？こっちの家族も複雑なの。どっちが生き残ってるんだろうね。レイ、もう冗談はやめて。私はサキを踏みたいだけ。妹ちゃんは本気で殺しにかかってくるんだよ。どっちも生き残るなんて。
都合のいい選択肢が到底姉妹ってのはさ、生まれた時から比較され続けて競争することを宿命づけられた関係なんだよ。油断しないでねって言いたいだけ。
歳ガキだこと。ダヤ、体よりも管を破壊してお腹に繋がっている管から地中の養分を得ているらしい。管がなくなればあのガキは養分を得られずに死ぬだけだから。個人的な恨みでもあるの？いやいや、とにかく私ガキとは超苦手なの。あや、ガツンとお見舞いしてやって。こんなものね。これで、先に会える。